俗サ猿の惑星は、1970年のアメリカ合衆国の映画、ピエール・ブールによる SF 小説、猿の惑星を原作とする、猿の惑星シリーズ前5作の第2作。当時のベトナム反戦運動の影響が、随所に見られる。猿の惑星の禁断地帯を旅するテイラーとノバは、突如、大きな地割れと炎に襲われる。だがそれは、実態がないように見えた。 不審に思ったテイラーは周囲を調べようとするが、突然岩の中に吸い込まれ消えてしまう。残されたノバは、当てどもなくさまよう。同じ頃、行方不明のテイラーたちを探して、宇宙船で旅していた、ブレントも未来の地球へたどり着いていた。不死身の際に、船長のマドックスをなくして途方に暮れていたブレントは、偶然現れたノバが首につけていたテイラーの認識表から、 彼がこの惑星にいることを知って、案内を求め、ノバはテイラーのことづけに従い、サルの科学者ジーラに協力を求めようとサルの町に案内する。サルの町では強硬派のウルサスが、食料問題解決のため、ザイアスを説得して、禁断地帯の征服を宣言していた。ブレントは、ジーラと彼女の夫、コーネリアスの協力を得て、 禁断地帯へ向かう途中で猿の兵士に発見され、何とか地下に逃げ込む。そこで荒廃した地下鉄跡に残っていた駅名表示から猿の惑星が未来の地球であることを知って衝撃を受ける。ブレントはさらに地下を進み、廃墟となったニューヨークで超能力を持つ人間たちに出会う。それらは人類文明を破壊したコバルト爆弾を進行する。 ミュータント化した人類であり、超能力で精神に干渉して、幻覚を見せることができた。それらは、ブレントを尋問し、猿の軍隊が、禁断地帯へ近づいていることを知る。ミュータントたちは幻覚を見せて、猿の軍隊を威嚇するが、ザイアスによって幻覚は見破られ、軍隊の侵攻を許してしまう。一方、ミュータントへの協力を拒んだブレントは、テーラーが入っている牢に連れて行かれた。 再会を喜ぶ間もなく、ミュータントの超能力で精神を操られた二人は、殺し合いを強要される。そこに、ノバが現れ、テーラーの名を叫んだ。それに気を取られたミュータントの隙をついて、二人はそれを殺し楼から脱出した。ノバを加えた三人は、コバルト爆弾の使用を阻止しようとするが、ノバは、猿の兵士に射殺されてしまう。 ミュータントたちも武装した猿たちの前には無力に近く、次々に撃ち殺されていく。ウルサスたちは選挙した制度で、ミュータントから神と崇められているコバルト爆弾にロープをかけて引き倒そうとするが、そこにテイラーとブレントが現れたことから、銃撃戦となる。間もなく、ブレントを射殺されて自らも重傷を負ったテイラー。再会したザイアスの冷酷な言葉に絶望して、 テーラーは最後の力を振り絞りコバルト爆弾の起動スイッチを押した。その結果、大気中の水素原子と酸素原子との核分裂による連鎖反応が起こり、太陽系の第三惑星は完全に破壊されて消滅した。前作、猿の惑星のヒットを受け、20世紀フォックスが続編の制作を検討した。脚本家のロッドサーリングは、 続編の構想を練るが、彼が示した脚本は20世紀フォックスには受け入れられなかった。そのため、プロデューサーは原作者のピエール・ブールに相談を持ちかけ、彼はテイラーが人類を率いて、猿の支配に抵抗する人間の惑星を走行として提示するが、原作の視覚的衝撃と驚きに欠けるとして、この案も没となった。アソシエートプロデューサーのモートエイブラハムズは、 物語の骨子として、猿の惑星裁縫を執筆し、詳細の執筆をイギリスの作家ポールデインに依頼し、彼は日本への原子爆弾投下で受けたトラウマと、各戦争への恐怖を脚本に盛り込んだ。二人が執筆した脚本には、猿と人間のハーフの子供が登場するが、重刊を連想させるとして、没となった。監督には前作に引き続きフランクリン・ジェイ・シャフナーが、 予定されていたが、パットン大戦車軍団の撮影を理由に断られたため、テッドポストが起用された。ポストは、脚本家に、前作のマイケル・ウィルソンを起用しようとしたが、予算の都合がつかず起用を断念した。ポストとブレント役のジェームズ・フランシスカスは、ブレントのキャラクター付けを行うために、デーンの脚本を50ページ以上にわたり書き換えた。 当初は前作に引き続きチャールトン・ヘストン主演の予定だったが、ヘストンは続編を作るべきではないと言い、出演すること自体も断っていた。しかし、リチャード・ディー・ザ・ナックからどうしても出演してほしいと言われ、出演する条件として自分が演じるテイラーの出番をできるだけ減らし、最後に死ぬようにする、自分に支払われる予定の出演料は全て事前団体に寄付することを提示し、 出演が決定した。このため、脚本では、テイラーは、序盤で姿を消して終盤のみの登場となり、彼に代わる、主人公ブレントを設定することになった。また、前作で、コーネリアスを演じた、ロディ・マクドウォールは、タムリンの撮影で、スコットランドに滞在していたため出演できず、代わりに、ディビット・ワトソンがコーネリアスを演じている。本作は、マクドウォールが、 シリーズ5作の中で出演していない唯一の作品となった。ウルサス役にはオーソンウェルズが予定されていたが、彼はゴリラのメイクアップのために自分の顔が映画に映らないことを理由に出演を拒否したため、ジェームズ・グレゴリーが起用された。ありがとうございます。